にちは、のぶです。あ、絶望フットボーラーです。622日目、リボルブ連続10回挑戦ということで、今日もですねやっていきたいと思います。なかなか安定していかにこう蹴れるか、右足の方ですね。まあそこがうまくいけば、まあきっとこう続くんじゃないかなと思っています。安定してこう蹴れないのは、足のつま先で蹴っちゃったりとか、なんか足首の方で蹴っちゃったりとか、ちょっとねいろいろばらつきがあるので、そこを修正していければなと思っております。では早速行きましょう。ではですね、ちょっと待って、なんか全然バラバラっすね。どうしたらできるかな。なんかあちこち行っちゃいますよね。ちゃいましたね。ちょっと頑張ろう。まだいける。頑張りましょう。よし、いける。
したらいいんだ。どうしよう。いやちょっと絶望さんなかなかでしたね。何回ちょっとどうしたらいいんですかね。いやーこう回すでしょ。回すとやっぱりこう乱れちゃうんですよね。だからいかにこう乱れないできるかっていうところがキーポイントですよね。まあでもしょうがないですね。これはやっていくしかないと思うし、ただまあそうですね。まあでも言ってあれですね、前に比べたらなんかこうね安定して蹴ろうっていう意識が働い、まあ意識をして、何度かこういけるように、いけるようにというか回数も増えてきたので、まあ、ね、ここはちょっとね、まあローマは1日にして7つじゃないですけど、まあ辛抱強くちょっとやっていきたいと思います。まあ、あと楽しくね、真剣に楽しみながらやっていきたいと思います。では今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。ではそうですね、まあ特にこれといった何を言おうかって今考えたんですけど、言うこともあまりひらめきませんでした。まあ人生一回しかないと、でしかも限りある時間、まあそうだったらやっぱりなんだろう、なんかポジティブな方向に注意を向けていこうかなって思っています。では今日はこれでおしまいしたいと思います。いつもご登録いただいて、そしてご視聴いただいて本当にありがとうございます。もし何かあればコメント欄、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。